皆さんはご存知だろうか？秘密道具大作戦を。秘密道具大作戦？そう、ドラえもんは長い歴史の中で、時折視聴者応募の秘密道具が作中に登場するのだが、その中でもとりわけ多い、秘密道具ミュージアムの視聴者応募の道具をご存知だろうか？というわけで今回は、秘密道具大作戦、君の考えた秘密道具を映画に出そう、だ。たくさんの応募ありがとう。日本全国いろんなところから素敵な秘密道具が集まったよ。というわけで今回は、秘密道具ミュージアムの視聴者参加型企画、秘密道具大作戦について解説していこう。そもそも秘密道具大作戦とは何なのかというと、2012年10月から11月下旬まで、視聴者が考えたオリジナルの秘密道具を各媒体で募集し、その媒体ごとの最優秀作品を、映画、ドラえもんのび太の秘密道具ミュージアムに登場させるというものである。よくある視聴者参加型企画だね。うむ、そしてこれが18の媒体で最優秀賞に輝いた作品であり、実際映画に登場するんですが、元のイラストがどのように映画で表現されているのか、今回はそういうのを追っていこうと思うんだぜ。それは面白そうだわね。うむ、では早速映画で登場した順番で紹介していこうと思うぜ。まずは博物館に入った直後、ドラメンバーの上空を飛んでいたこの少女。彼女はお客ではなく秘密道具であり。コーディネートちゃん、洋服選びに困ったら、素敵にコーディネートしてくれるマシーン。学校と書いたお手紙を渡すと、そういう風に選んでくれる。と、洋服のコーディネートをしてくれるロボットなんですね。学生の時休日何を着ればいいとか、考えるの面倒だったし、いてくれるとありがたいロボットだわね。それにしても、こんなに丁寧に映画で再現されているのね。うむ、格闘具の特色を活かしたようなアクションを起こしているし、元のデザインを活かしたまま清書されているんですね。これは採用された人嬉しいね。うむ、では次にカムカムキャットで引き寄せられる直前、空中で踊っているこの少女。この少女も秘密道具であり。励ましロボット頑張れリーナ。のび太くんはいつもくよくよしているので、元気づけてあげたいと思って考えました。笑顔が素敵。落ち込んでいる時や元気のない時に励ましてくれる。オルゴールのようにくるくる回って踊る。下の台の音符は頑張れレーダーになっていて、励ましたい人のところへ行ける。ネジを巻く。巻きすぎると危険。何が起きるんだ？もしこの道具が通常回に登場したら、のび太が調子に乗って巻きすぎて、暴走するのが目に見えてわかりますね。わらわら。では次、作中では劇中か、笑顔は秘密道具が流れ始めたところで、右下に登場するこのカメラ。スーパーヒーローカメラ。このカメラで映すとスーパーヒーローになれる。ただし5分だけ、レバーで強さを決める。5分だけヒーローになれるってのがいいわね。うむ、ウルトラマンとか、クレシンの映画とか、タイバニのキャラとか、時間制限付きの能力はロマンがありますね。次は雲のエリアみたいなところで、空中サイクリングをしている少年の道具。雲タイヤ、車や自転車などにつけると軽くなり雲の上でドライブできる。ラジコンにもつけられる。これ自転車が秘密道具じゃなくて、タイヤの方が秘密道具なのね。うむ、着脱可能で好きな乗り物に使えるのが面白そうですね。ただ気になるのは、この道具でのび太は自転車を漕げるのか。確かに、次は歴代のタケコプターが登場するシアター。ここで観客が食べている綿飴も実は秘密道具で。グモグモグ、雲に向かって、グモグモグの下のスイッチを押すと、上の穴が雲を吸い取って綿飴みたいになって食べることができる。小学生の時に雲を食べてみたいという夢からひらめきました。ドラえもんの映画によって、僕の夢を叶えてください。夢叶ったわね。うむ、それに雲を食べてみたいとか、小さい頃多くの人が考えそうなことだから、とても夢やロマンあふれるアイディアで、個人的には結構好きな感じでしたね。ちなみにここ余談だけど、実はこのシアターにいる観客をよく見てみると、これ F 先生と A 先生だわね。うむ、二人がどんな話をしているのか気になるところさんですね。次は自然館に生えていたこのドラえもん。これあからさまだわね。ドラえもんの種。ドラえもんの種を植えるとドラえもんが生えてくる。必要な養分はドラ焼き。ネズミを見ると枯れる。結構シビアな設定ね。毎日欠かさずドラ焼きを与えるのは大変そうだな。次は何でも館に入った直後、お宝を釣り上げるこのおじさん。お宝の釣り。この釣り竿を使うと、地面からお宝などが釣れるよ。シンプルで面白い道具だわね。日がない一日竿を垂らしてみたいですね。次は同じく何でも館に置いてある、このリンゴとなし。運気アップルと運気なし。運気アップルを食べると1時間だけ運気が上がってくじとかに当たりやすくなる。形が似ていて色が違う。運気なしを食べると運気が下がって失敗する。これ似た道具で、月の月とか、麻薬の効果がある、願い七夕ロケットと、裏七夕ロケットとか、いかにもドラえもんにありそうな感じだし、ダジャレになっているのがすごくいいですね。動物変身ビスケットみたいに、のび太が勝手に食べるところまで想像できるわね。うむ、では次はおじさんが見ているこの切手。タイム切手。これを手紙に貼ると好きな時代に手紙が届く。タイムカプセルみたいな感じで良いですし、しかも過去にも送れるのもすごいですね。ただ値段が50円ってのが時代を感じるわね。うむ、当時ハガキの値段は50円だったけど、今や63円。
今年の秋からは85円だからね。物価上昇がえぐいわね。時代を感じる秘密道具でしたね。ちなみにここ余談だが、このおじさん先ほど釣りをしていた人によく似ていますね。これ同じお客さんだったのか。うむ、なんならこのおじさん博物館入った直後から背景にモブとして登場しているんだけどね。ほんとだ。実はこのおじさんに限らず、背景のモブで書かれている人結構同じ人が何度か登場していて、そういうのも追いかけてみてみると、誰が何をしているか分かって面白いわよ。そんな映画の見方まであるのね。うむ、興味があれば背景のモブも追いかけてみてね。では話を戻して、次はバトンを持って慌てて走っているおじさん。このおじさんどうして慌てているかというと、おしっこバトン。おしっこしたいとき、このバトンを人に渡すと、自分の代わりにその人がおしっこしたくなる。運動会で間違っておしっこバトンを受け取ってしまうと誰よりも早く走れるけど、ゴールしないでトイレに直行してしまうかも。これは草ですわ。だからここにいるおじさん慌てて走ってたのね。うむ、そういうことだな。ちなみにこれ元ネタはよくあるボケの一つで、おしっこしたいから代わりにトイレ行ってきて、っていう古いのボケを、本当に具現化した秘密道具ですね。いかにも F 先生なら考えそうなアイディアだし、道具的にも面白くていい感じだわね。うむ、それにウプ主はコーヒーをよく飲むから、本当にあったらちょっと欲しいし、この道具を考えた方も50歳、人によってはちょうど中高年で頻尿に悩まされる年頃、そういう意味でも、考えた方も悩み解消的に欲しかったのかもしれないですね。わらわら、では続けてこのまま、次は背景に映っているこのパンツ。男のパンツ、表にして履くと大人になる。裏返して履くと子供になる。大人が買える、子供がお玉じゃくしってのが可愛らしくていいですね。メロディーお玉を思い出すね。うむ、それによくあるセリフで、早く大人になれよとか言いながら、このパンツを差し出してみるのも面白そうですね。大人になれ。山崎監督はコドードパンツから着想を得たのか。なわけねえ。そんな冗談はともかく、次は小さくなってしまったジャイアントスネ夫の前にあるこのバナナ。ことバナナ、このバナナを食べた後に、食べたバナナに書いてある言葉を言うと、うまく言える。バナナごとに特色があっていいですね。文字通り色違いなのもいい感じだけど、映画ではバナナは黄色、文字の色だけになっちゃったのが少し悲しいですね。何か理由があるのかしらね。遠目で文字が読みづらいとか、そういうのがあったのかもしれないな。では次はそのまま隣にあるこのシューズとスーツ。新幹線シューズとスーツ。新幹線シューズは新幹線ぐらいのスピードで走れる。新幹線スーツを着ると自分が新幹線になったつもりになる。ただ早く走れる道具はたくさんあるけど、新幹線みたいになれるってのが面白いわね。うむ、デザインも新幹線をイメージしていて、子供が着てみたくなる感じだったな。次はジャイアントスネ夫を探すのび太の後ろに、たくさんの秘密道具が登場しており、まず右にあるこのドーナツは、いつもおやつ時計。この時計を使うと、何時でも3時のおやつがもらえる。ドーナツの形をしている。3時のおやつだけに特化した面白い道具ですね。よく見ると全部文字盤が3時になっているわね。うむ、でも一応針は3時を指しているみたいだな。では次はその隣のトンカチ。トンカチハウス、地面をトンカチで叩くと家が現れる。どんな場所でもトンカチがあれば家に住める。時々家がなくなるジャイアンに貸してあげたい道具だわね。うむ、だけどこの道具を考えた子、宮城県の5歳の子だから、ちょうど震災で家を失って、こんな道具を思いついたのかもしれないわね。ああ、そう考えるとちょっと胸が締め付けられるわね。あれでも待って。この場面ではトンカチだけで家は出ないのかしら？実はこのシーン、一度別カットを挟んで前後の変化を見るシーンで、後のカットでは家が登場しているのがわかりますね。なるほど、そういう変化を見るシーンなのねここ。うむ、では次はその隣のウサギ。お話リボン、このリボンを人形につけるとお話ができるようになって人形が動き出すよ。いろいろな色があるよ。これウサギじゃなくてリボンが秘密道具なのね。うむ、でも一緒に描いてくれたウサギの人形も採用してくれたみたいですね。こんな道具があれば、おままごととかがすごく楽しくなりそうね。うむ、人形を動かせる道具は多いけど、喋る道具って少ないから貴重だわね。ただ人形の本音が良いことは限りませんが。めっちゃ態度悪くて草。では次はこの左、雨に降られている謎の生物。キラキラ万華鏡ライト。万華鏡ライトを当てると、雨もキラキラの色になるよ。どんなものもキラキラになるよ。なんともロマンチックな道具だわね。うむ、しかも2歳の子がこんな素敵な道具を考えるなんて可愛いですね。にしてもこの顔は何なんだろうね。ちょっとアンニュイな感じもまたたまらないわね。では次が最後、カップルの男性が被っているこのズラ。ズラじゃない。カツラ。カツラ。この道具を試合の時に被るとその試合で活躍して勝てる。だけどその後、カツラを取ると、このカツラと同じくハゲてしまう。代償がでけえ。カツラの使用後の伸びた。これは草ですわ。と、カツラを被れば必勝になるが、ハゲてしまうという恐ろしいデメリットがある道具。これ後ろの男性大丈夫なんか。確かに。では次のカットで確認してみると。とハゲてはいませんでしたが、女性が笑われて切れてるわね。
その後このカップルが一緒に歩いている姿は確認されないのであった。わらわら、にしても、なんで男性はハゲなかったんだろうね。おそらく何かに勝つまではハゲないカツラなのかもしれないな。なるほどね、うむ、というわけで以上が最優秀賞に輝いた秘密道具であり、今回採用された方は、全員エンディングに名前が載ったみたいです。羨ましいですね。いつか一度ぐらい名前を載せてみたいわね。うむ、というわけで秘密道具大作戦、そしてその解説を以上にするぜ。映画に視聴者参加型の企画があるのは、ドラえもんでは定番ネタなのだが、何が採用され、どういう風に映画に取り入れられているのか、追ってみてみると、また変わった映画の視聴方法で面白かったですね。実は去年も映画に合わせて、音のなるオリジナル秘密道具イラストコンテストという、各媒体ごとに秘密道具のイラストとアイディアを募集しており、最優秀賞にはポスターやグッズなどがプレゼントされていました。なのでおそらく今年もまた何かしらの募集があると思うので、ぜひ今回の動画を参考に、いろいろと道具を考えてみてはいかがだろうか？個人的にはシャレが効いており、便利なだけではなく、道具自体にも何かデメリットがあり、みんなが思い描くことを道具で具現化する。そして子供が応募すれば通るかもしれません。それは難しい調整だ。まあそんな冗談はともかく、自分が欲しいと思う道具を書けばいいと思います。というわけで今回はここまで、ご視聴ありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。またのご利用をお待ちしています。